山内徳君、はいえー、国会もあと残り少なくなっていまして、私はこの残り少ない委員会で極めて重要な点について質問をしておきたいと思っております。私がここの委員会で一貫ししてこれは失敗しますよと 言い続けてきたのはですね普天間、辺野古、ガムへのパッケージ論でしたこれはもかで競争みたいなもんで必ず失敗しますよ <laughs> そして政府が予定していた通りガムへの移転はほとんど絶望的になっていますね大臣は言ってこられたんですがアメリカの予算上は 大変厳しい状況です。そういうことを指摘をしておいて、今日は、<coughs> 普天間飛行場、辺野古移設問題は、要するに、沖縄の基地問題のがんになっているのは、この普天間辺野古高江ですよ。この問題は、日米同盟にとって、氷河に向かう 豪華客船タイタニックと同じようなものであると。これを忘れたら、日米同盟があの氷河にぶつかって沈没をしていった、そういう歴史の教訓を私は申し上げておるんです。私は 戦後、沖縄で生き残って今日までおりますから、アメリカのこともよく知っておるつもりです。沖縄による兵士たちが言う気持ちもわかります。アメリカ本国にも、私は要請として6回、7回行ってきておるんです。ですから、先般申し上げました、今は亡きダニエル・井上先生のお話も申し上げておいたんです。 ハワイの州知事のアバクロンビーさんのことももう何度も申し上げておる通りであります。私はこの日米同盟が氷河にぶつかって沈没をして1513人の犠牲者を出したそういう タイタニック号みたいになってほしくないんです。<laughs> 従いまして、こういう沈没を回避するためには、新たな選択肢を求める英知が日米両政府関係者に問われております。すでにアメリカの関係者は何名も言っておりました。 新しい選択の時代に入りましたね、山内団長とおっしゃっていたんです <coughs>。日本政府の役人や大臣から聞いたことのない、そういう発言がアメリカの関係者からは、国務国防総省、そして、えー、<coughs> 上下両院の議員からも出てくるんですね。日本政府は、 ね。一旦行ってしまった、そういう日米合意を後ろに引っ込めると、メンツが潰れるとか、そういう権威主義に立っているんですよ。権威主義に。私は次の質問は、沖縄戦に向かっていったあの、広島の呉から出発をした、大和の軍艦の話を、 皆さんに申し上げておこうと、時間があればそう考えているんです。ですから今日のタイタニックと同じように、日米同盟が沈没をするような、そういう基地行政であってはいかんということを申し上げたいからであります。18年経っても、普天間の辺野古への移設計画が、 父として進まない、その原因の一つを、両大臣おっしゃってください。たくさんの説明はいりませんから、最も重要と思うもの、一点だけおっしゃってください。どうぞ。岸田外務大臣。あの、普天間飛行場の一節について、あの、18年長い期間が、あ期間を用意しているということについての、 理由を一つ述べようというご質問でございますが、あの普天間飛行場の移設につきましては、この我が国のこの厳しい安全保障環境の中で、我が国の平和と安定を,をしっかりと守りながら、この移設の地元の負担を最小限に,にするべく、 努力をし、そしてなおかつ地元の理解をしっかり丁寧に得ていかなければなりません、まあ、そうしたものを総合的に勘案して、この作業を進めているわけですが、こうしたこの丁寧,丁寧な作業を行うということが、この長い年月を要している一つの要因であると考えております室寺防衛大臣。 あの、まあ、まず冒頭にあの、グアム移転のことがございました。私は先般、アンダーセン空軍基地、そしてアプラの港湾地区を見てまいりましたが、すでに移転にためのさまざまな工事が始まっております。そういう意味を持ちますと、私はあの、今、米国の議会の中で、特に上院であの予算をめぐっての議論があるというのは承知をしておりますが、決してこれがあの遅れているという、そういう印象は持ってはおりません。今、あの、山内先生からお話がございましたが、18年かかったということが ございますこれは例えば、あの建設工法をめぐるさまざまな検討もございました。またあの、環境影響評価を丁寧にやったということもございました。そして、地元の意見を聞きながら、私どもとしまして、ようやく埋め立て申請の、まあ、提出をすることができるようになった。こういう一連の手順が、今、外務大臣もお話がありましたように、丁寧に行った中で、現在のような状況に立っているということであります。現時点におきましては、日米合意のもと、辺野古移転への 埋め立て申請がすでに行われており、今、沖縄県でその審議をされていると承知をしております山口徳信君。私は16分には終わらんといかんのです、だから1点だけおっしゃってくださいと、こういうふうにお願いしておるのに、いつも聞く話ばっかし、今日も申し上げて、私が欲しいのはね、両大臣、お互い大人であり、国会議員ですよ。 参議院の外交防衛委員会での審議ですから、大臣の真心から出てくるカンニングペーパーにあるのを読み上げるんじゃなくして、真心の叫びみたいなのを聞きたいんです。大変残念であります。これも簡単におっしゃってください。 沖縄は国内植民地か、一言おっしゃってください、イエスかノーですよ。岸田外務大臣。はい、あの沖縄は植民地ではありません。小野寺防衛大臣。もちろん外務大臣と同じ意見であります。山内徳君はい,はい、よくわかりましたそれで前回 沖縄の基地のパーセントを縦グラフにして、ここで配布をしてみていただきましたね。ああいう実態が、復帰して41年間も、戦後68年間も続くというのは、国内植民地でないならば、ないように、タウ県と同じようにやってください。山内だけのお願いじゃないんですよ、これは やる決意があるのかないのか、あるならばあるとおっしゃってください。なければないとおっしゃってください。どうぞ。岸田外務大臣。当然のことながら、沖縄は、沖縄県は植民地ではありませんし、沖縄県民は、県民の皆様方は、日本国民でいらっしゃいます。 えー、今後とも沖縄県民の皆様方の声、まあ、真摯に耳を傾けながら、対応していかなければならないと考えています山内徳慎君。実態はですね、植民地状態ですよ、国連の植民地解放宣言にも反しますよ、それでいいのか、いいならばいいとおっしゃってください。悪ければ 是正するとおっしゃってください。防衛大臣。小野寺防衛大臣。えー、山内委員の類似の質問は、本当に真摯に迫る思いがあります。えー、私どもとしてはあの、沖縄の皆さんの負担軽減を少しでも、えー、少なくなるよう、今後とも誠心誠意取り組んでいきたいと思っております。山内徳慎君。誠心誠意もいいです。重く受け止めるもいいです。 言葉遊びで基地問題を、に対応されては困るんです。基地問題は命がかかってるんです。人権がかかってるんですよ。本土の基地の実態とは違うんですよ。違うから沖縄の人々は立場を超えて一本になって、 皆さんに訴えて訴えてきておるんですよ。そういう人の痛みも悲しみも共有できないような政治は民主的な政治とは私は言えないと思ってるんです。そこで日米同盟安全保障を大事にする私もそう思っていますよ。そういう 安全保障を大事にするというならば、義務も負担も全国で、全都道府県で、大分の負担をしようではないですか。する気持ちがあるのかないのか、地政学云々はおっしゃってほしくない。そういう18世紀の地政学、19世紀の 地政学を持ち出してきて、今、21世紀ですよ、やるのかやらんのかひと、一、えー、声ずつおっしゃってください岸田外務大臣、えー。現状、沖縄県内に、この、えー、在日米軍の、えー、施設、えー、区域が、まああの、依然として集中しているというご指摘につきましては、あのご指摘のとおりだ。 と思いますですだからこそ、われわれはこの沖縄の負担軽減、最優先で取り組まなければならないと認識をしております。あのこのような負担をです、ね、我が国、国民、この全国で分かち合う必要があるということ、私もそのように考えております。そういいいいったた思いで努力したいと考えています、はい、山内特進君、えー、外務大臣今の 私もそういうふうに受け止めておりますと、えー、その言葉を大臣の言葉として私の胸に刻んでおきたいと思います、えー。時間ももう迫っていますから最後の質問は、大自然、その中の生態系を含めて破壊をして、辺野古新基地建設計画を 進めていこうということは、多くの環境学者たちも言っております。そこで生きてきた、辺野古のおじいおばあたちも言っておるんです。私たちが生きてきた、敗戦後、あの餓死状態から生き残ってきたのは、この海のおかげだと、防衛大臣もおっしゃるじゃない。向こうのもずくは美味しいね、と。 美味しいだけで終わったらいかんのですよ。そういう自然環境を破壊して、陸域を破壊して、ダムの周辺から沖縄の赤土を掘り起こして、海を埋める。とんでもない。本土からいっぱい海砂を船に積んで、という、そういう計画は間違っておりますよ。間違っておる。したがって、 自然破壊をして進めようという、そういう計画は、犯罪行為と指摘されても、それは返す言葉はないでしょう。そういう計画だからこそ、断念してほしいと、計画変更してほしい、新たな選択肢を求めてほしいと言ってるんです。防衛大臣、あなたにかかっていますよ。 自然破壊の犯罪者と言われるのか、本当に人間的な答弁を求めます。後ろにあの、後ろに座っている人後ろに下れ。あんたは大臣に入れ知恵をするんだろうが。あ,あはい。小野寺防衛大臣、あの、えー、埋め立てで、えぇ、ー、綺麗な白みが、 えー、失われるということは、どの方も皆さん、えー、心に非常に重いものを持つんだと思っております。えー、山内委員のお話だけではなく、私もここにいる委員も皆同じような気持ちを当然持っていると思います。ですが、えー、私どもとしては、 普天間の固定化はあってはならない、その思い一つで、さまざまな検討の中で、日米合意で、この辺野古というのが、長年の検討の中で、方向として決まったということ、これを今、思うだけであります山内俊慎君。あの、私がなぜタイタニック号の話をここでやってるか、その深い意味さえも防衛大臣は理解できてないんです。 話の前半はいいですよ。ところが、政府はなんて言い始めるから。そこに間違いがありますよ。ね。そういう発想をあら改めない限り、日米同盟は、タイタニック号と同じように沈没させていいのか。そのことを今日は指摘しておるんですよ。 そういう考えである限り沖縄県民はずっと抵抗し続けていくでしょう。沖縄県民のためだけじゃない。戦争を回避をしていくために日本国民全体のためにもなりますよ。以上です。終わります。ありがとうございました。